同行を申し出たのは俺だが、今回の夢の主との対決はきっと厳しいものになるだろう。え、幼児ちゃんがそんな風に言うなんて。夢の主ってそんなにすごいの？ピノコニーのファミリーのリーダーである以上、おそらく夢の主の背後には調和の全勢力が控えてるわ。性格も彼の手の中にあることを考えると、最悪の事態に備えておかないと。幼児ちゃん、やっぱり行かない方が。そういうわけにもいかない。ロビンさんはともかく、さっきのサンデーさんの様子は少し違和感があった。はっきりとしたことは言えないが、少なくとも彼が土壇場で裏切らないよう見張っておく必要がある。うん、君はカンパニーの使者から受け取ったトークンを持っていたな。貸してもらえるか？やっぱりか。思った通り、アベンチュリンさんが君に渡したこのトークンは小型の発信機だ。おそらく彼はこれで君の動きを追跡したり、必要があれば連絡を取ったりするつもりだったんだろう。まさかここに来てこれが役に立つとはな。アベンチュリン？あの人ってまだ生きてるの？それに夢の主を探して交渉するのとアベンチュリンに何の関係があるの？言っただろう、カンパニーと協力するのはファミリーとのバランスを保つためにも悪くないと。交渉に問題があればファミリーが正確に手をつけた意図が明らかになる。これがあの死者が夢見ていた突破口だ。その時が来たら俺はこの発信機を使ってカンパニーにメッセージを送る。唯一の賭けはアベンチュリンさんが無事かどうかだが、カンパニーの回線ならきっと誰かしらが傍受しているはずだ。戦略投資部の重要な幹部と来ればなおさらな。それを考えるとメッセージを送るだけで十分だろう。幸運を祈ってるわ、ベルト。ああ、君たちも慎重にな。もし何か手違いがあれば俺に構わず性格を封印してくれ。死を恐れないか。まさに真の英雄だな。たとえ夢の主が潔白であってもファミリーの腐敗は根深い。ミハイルが犯した過ちは二度と繰り返さない。彼の幸運を祈ろう。ギャラガ、まだ何か言いたいことがあるんじゃない？なぜそう思う？出発前、車掌は私たちにピノコニーで3人の七死人の消息を追うように言った。ラザリナとティエルナンのことはもう分かったわ。残っているのはラグウォークだけよ。私が間違っていなければ私たちはもうとっくに彼に会っている。そうよね？ふん、会っているとまでは言えないが、答えは確かに簡単だ。何しろあれだけ明確なヒントを出したんだからな。請求列車から返事を受け取ってから俺はあんたらに関する情報に注目してきた。様々な世界を結びつけるために相当な労力を払ったことも含めてな。そして今あんたらは無事にここにたどり着き、自分たちの力を証明した。姫子さん、列車を修理して再び銀河に旅立たせたのはあんただな。ええ。そしてこの二人の若い七死人は特殊な執事で優れた技を身につけている。あんたね、そんなのないでしょ。ふん、元気がいいな。あのパムとかいう車掌にはよろしく伝えておいてくれ。お前の親友はいつも酔っ払うと列車で過ごした時のことをつぶやいてたって。あの最後の七死人は出発して止まってまた出発して大回りして最後はスタート地点に戻った。死ぬ直前
あの人は俺に必ず請求列車を見つけ、例の招待状を未来の七死人に送るよう頼んだ。そのために彼はプレゼントも用意したんだ。開拓の後を継ぐ者たちに託す正真正銘の遺産をな。ついてこい。今こそそれが再び日の目を見る時だ。時々あんたが死んだことを忘れちまう。あんたにだってもっと話したいこと、もっと歩きたい道がたくさんあっただろう。約束通り最後まで気にしてた後輩を連れてきたぞ。どうしてあの列車のことを忘れずにいたのかはわからないが、あんたがこの世を去る前に言った最後の言葉は覚えてる。俺たちを失望させるなよ、じいさん。な、何？どういうこと？行こう。彼の終点はすぐ目の前の花園にある。ピノコニーの最初で最後の七死人、時計屋ラグウォークシャール・ミハイル。死人だったんだ。なんとなく分かってはいたけど。彼が残した遺産は一つの夢の泡だ。きっとその中には七死人だけに意味のあるものが保管されている。何しろ俺が中身を見ても何も見つからなかったからな。おそらく何らかの開拓の暗号なんだろう。まったく俺より謎に包まれてやがる。見せてちょうだい。
どういうこと？この夢の泡、本当に何もないじゃん。一体どういうことなの？やっぱりそういうことか。彼はいつも七死人に対してわけのわからない自信を持ってた。その計画の中には常に開拓が組み込まれていたが、俺にはその自信がどこから来るのかわからなかった。彼が生きてる間、列車との連絡が成功したことは一度もなかったしな。俺はずっとこのじいさんが何を考えてるのかわからなかったが、この空っぽの夢の泡はわけのわからない幻想と理解しがたいロマンチシズムに満ちていて、実に彼らしい。いたずらじじいめ。まあこの人が何か手札を隠し持ってるなんて俺も期待しちゃいなかったが。 いえギャラガー、ミハイルはきっと一番大切なものを私たちに残してくれてるわ。なんだ、まさかあんたまで理屈を並べるつもりか。ミハイルが未来の七死人を信じたように、私たちも過去の七死人を無条件に信じてる。彼らは愛する土地のために自分の一生を捧げようとした。それなのに未来への後悔を抱えたまま急に旅立ったりするはずがないわ。この夢の泡にはきっと何かが隠されてる。ただ私たちがまだそれを見つけられてないだけでね。ギャラが、時計屋を信じることに関してはあんたも同じでしょ？俺は神秘の運命を歩む人間。人生哲学は何も信じないことだ。だから俺にもわかる。信じることが開拓にとって何を意味しているのか。俺も彼が何を残したのか知りたい。全てはあんたらの腕次第だ。うん。あんたのペットを貸してもらえる？黄金の時に戻って無教ショップで確かめたいことがあるの。ミハイルのために、そしてピノコニーの未来のために。ホテルレバリーへようこそ。ご用件を伺ってもよろしいでしょうか？俺たちは請求列車の七死人だ。チェックインしたいんだが。請求列車？ですがそれなら以前。ああ、仲間たちは先にチェックインを済ませている。俺の名前はタンコ。ホテルのシステムに俺の個人情報があるはずだ。かしこまりました。ですがお連れの方々はチェックインされる際にお客様の予定が変わって宿泊できなくなったとおっしゃっていましたが。また予定が変わったんだっつーの。こちらのお客様は？俺は請求列車に乗ったばっかの新人七死人、名前はパムだ。こいつは俺の仲間だ。俺たちがファミリーの招待に返事をしたのはこいつが列車に乗る前だったから、システムに記録はないと思うんだが、なんとか融通を聞かせられないか。ああ、そういえば先にチェックインされた七死人の方々の中に同じような状況の方がいらっしゃいました。最近は開拓の運命に足を踏み入れる方が増えているようですね。前例がありますので原則的には問題ないかと思います。今お連れの方にご連絡させていただきますね。申し訳ありません。請求列車の方々と連絡が取れないようです。連絡が取れないというのはどういう意味だ？申し訳ないのですが、私もこのようなことは初めてでして。システムによると請求列車の方々はまだ無境の中にいらっしゃるようですが。だったら部屋番号を教えてくれ。俺ら二人で行ってみるから。恐れ入りますが、お二人の身元を確認させていただいた後でないとお客様の個人情報をお伝えすることはできません。じゃああんたが適当なやつを選んで出るといいか。
あいつを強制的に目覚めさせりゃいいだろう。そちらも致しかねます。強制覚醒には厳格な使用規定がありますので、勝手に操作することはできないのです。あれもダメ、これもダメって、あんた一体どうしたいんだ。俺と兄弟にここで座り込んでろってのか。どうか落ち着いてください。お二人の身元を確認するためにもお連れ様と連絡を取る必要があるのです。